8スプルースストリートはニューヨーク市ロワーマンハッタンに立つ超高層ビルである。もともとはビークマンタワーという名称であり、現在はニューヨークバイ・ゲイリーという名称で売り出されている。住所はニューヨーク市マンハッタンクスプルース通り8号でシティホールプラザ及びブルックリン橋のすぐ南に一致している。建築家フランク・ゲイリーによって設計された。 高さ265メートルの76階だけで、これは居住用ビルとして、世界で12番目に高く西半球では2番目の高さである。このビルは、ホレストシティラ・トナーによって開発計画が行われ、建築家フランク・ゲリー及び構造技術者 WSP ・カントール・サイヌックによって設計され、クライスラー・ボーグ・フローマンによって施行された。このビルには、 ニューヨーク市教育局が所有する公立小学校も入居している。常日の小学校、ニューヨークダウンタウン病院、公共サービスエリア及び1階の小売店以外はすべて居住ユニットであり、ニューヨークのフィナンシャルディストリクトには珍しい構成である。高層ビルの構造フレームは鉄筋コンクリートで、その高さや形状はシカゴに2009年に建てられたアクアと似ている。 パークローから見たビルこのビルは2011年のエンポリスマテンロー賞を受賞した。客中、ありがとうございます。